高橋幹也は、岩手県花巻市出身のプロ野球選手。左投げ左打。広島東洋カープ所属。サッカー選手で、J リーグツエーゲン金沢の藤村啓太はいとこにあたる。東急ホーム小学校から笹間市、スポーツ少年団で野球を始める。花巻東高等学校では1年秋からベンチ入り。3年夏に岩手大会決勝戦で13回190球を投げ、第97回全国高等学校野球選手権大会出場に貢献。初戦の専大松戸高校戦では2失点で完投勝利。3回戦では仙台育英高校と対戦し、1失点を喫し敗退した。U18 ワールドカップにも出場し、中継ぎとして3試合に登板。6回を投げ、無失点で準優勝に貢献した。2015年10月22日に行われたドラフト会議で広島東洋カープから3位指名を受け、11月7日に合意した。2017年4月30日の横浜 DeNA ベイスターズ戦でプロ初登板を果たし、筒香嘉智から三振を奪った。8月4日の横浜 DeNA ベイスターズ戦では、プロ初先発としてマウンドに上がったが、4回7安打8失点で降板し、敗戦投手となった。球速は最速146キロ。スカウトからは、高校生離れの投球術があり、試合を作れると評されている。ありがとうございます。